沖縄、那覇、国際通りの裏道さん。国際通りの中ほどにある松尾交差点から沖縄県庁向けに歩いてみます。8月の国際通りは暑い。私はこうして撮影して歩くだけなのでかなり暑いですが、観光しながら日陰を選びのんびり歩く分には真夏でも大丈夫だと思います。太陽に向かって歩くのも厳しいので路地に入ってみましょう。沖縄も車社会で私も日常はほとんど歩きません。200メートル先にある自宅近くのスーパーにもいつも車で出かけます。ただこうして那覇市内を撮影しだして初めて那覇を歩くようになりました。この道も初めて歩く道です。この建物は八潮荘といって教員の構成施設や会議場などがあるようです。八潮荘の名前は有名で知っていましたが、ここにあるのを初めて知りました。ようやく小さな路地を発見しました。少し歩いてみましょう。那覇市内もこうした路地裏が少なくなっています。特に人が郊外へと流れて那覇の中心部にあった古い住宅も減少しているのが残念です。沖縄の古民家が好きな私にとって残り少ない古民家を一つでも多く残してほしいと思っています。ただ最近になっていいことも起こっています。那覇の中心部で運よく残った古民家を居酒屋とかショップとかに再利用する動きが多くなっていることです。この先はさらに細い路地となっています。微妙なカーブがついており軽自動車でも曲がるのが大変そうだ。
少し広い道に出ましたが、右手の先にあるのが国際通りです。国際通りから出発してほぼ同じ位置の国際通りに戻ってきたようです。本日の那覇町散歩はこれでおしまいです。最後までご視聴ありがとうございました。